はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価お願いします。えー、今回の明細はちょっとあんまりよく打ってないんで一部なんですけど、紹介します。えー、まあ、長野県の日本赤十字社の医師の正社員、えー。27年目53歳の方の給与明細で、最終学歴が引率、えー。仕事内容は外科医としての手術と診療全般。必要な資格やスキルが外科の基本手、手技、主義っていうのか。 で、一日の勤務時間が一、えー、日8時間プラス残業3時間。収入が年収2100万で、えー、医師になりたい方のアドバイスとしては、技能や知識があれば強いとのことです。で、えー、まあ一部なんですけど、明細で、えー、基本給とか載ってなくて、えー、まあ手当とかが、えー、いろいろ載っている明細です。えー、まあ、総支給でいくと184万370円で、 工場額が76万9363円ということで、まあ、手取りが約1 0万くらいかな百七万くらいですかねの感じですでまあ見たら分かる通り所得税とかで37万引かれてますし住,、えー、住民税も20万近く引かれてるのでまあやっぱり、えー、年収2100万もいくと、えー 通常数万くらいの手当が、えー、かなり、えー、高額で引かれているということがわかります、えー。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。